1796年9月9日の海戦は、フランス革命戦争中に、スマトラ島北東方、バンダーチェ沖で、フランス海軍とイギリス海軍が遭遇し発生した、小規模な海戦。6隻のフリーゲート艦からなる、フランス艦隊は、オランダ領東インドの一部を占領して、本国と中国を結んでいるイギリスのアジア、貿易航路を襲い、通商破壊を行おうとしていた。 これに対し、74門の方を要するイギリスの戦列艦2隻は、投進してくるフランス艦隊に急ぎ対処することになった。ピエール・セザール・シャルルド・セルシー海軍少将を率いるフランス艦隊は7月に東アフリカのフランス島の基地を出発し、セイロン島を抜けて一挙に投進してきた。対するイギリス海軍は、西のサイモンズタウンと東のマラッカに軍艦を集中させており、 フランス艦隊はほとんど抵抗を受けることなく、東南アジアに到達した。9月1日にバンダーチェに停泊していた船を襲ったフランス艦隊は、さらに投進して、ジョージタウン襲撃を試みた。9月8日、バンダーチェ東方で捕獲したイギリス商船から2を積み出す作業をしていたフランス艦隊は、接近してくる2隻の大型艦を発見した。 それはこの地域の港が襲われる前にフランス艦隊を排除するよう命じられて急行してきたイギリスの戦列艦 HMS アロガントと HMS ビクトリアスだった。イギリス艦隊が個々の船舶規模では勝っていたのに対しフランス艦隊は数と機動力の上で上回っていた。どちらも相手に決定的な損害を与える能力は持ち合わせていなかったため、 両陣営とも決定的な勝利を収めるよりも相手を海域から追い払うことを目指した。9月9日、セルシーのフランス艦隊は単獣人を展開し、アロガントとビクトリアスの連携を立って、それぞれに大打撃を与えた。しかし、フランス艦隊のベルトゥとセーヌも大きな被害を受け、昼前に両陣営とも撤退した。イギリス艦隊はマドラスに入って修理を受け、 セルシーのフランス艦隊はメルギー諸島のカタン島に停泊した後バタビアへ避難した。1796年諸島の時点でフランスとその同盟国の勢力はインド洋からほぼ完全に一掃されていた。同盟国バタビア共和国の植民地はほとんどが1795年のイギリス海軍の遠征により征服されていた。 フランスが唯一保持していた拠点がフランス島周辺の諸島であり、ここから定期的に2隻のフリゲート艦が出撃してイギリスの通商破壊を行っていた。一方でこの海域における優位性に自信を持っていたイギリス海軍は保持する軍艦を2つに分け、ジョージ・キース・エルフィンストーン率いる大艦隊をケープ植民地のサイモンズタウンにピーター・レーニャ率いる。 小艦隊をオランダから奪ったマラッカに置き、東インド諸島に分散させていた。イギリスを支える貿易の拠点であるインドの軽かったヤマドラス、ボンベイにはあまり防衛体制が敷かれていなかった。1796年3月4日、ピエール・セザール・シャルルド・セルシー海軍少将を率いる4隻のフリーゲート艦と2隻のコルベット艦からなるフランスの大艦隊がロシフォールを出発し、 東洋に向かった。しかし2隻のコルベットは、ビスケーワンを抜ける前に喪失し、フリゲートのコカルドは座礁し、脱出したものの帰国せざるを得なくなった。残った、フリゲート3隻の艦隊は、ラパルマ島で補給した後、大体のフリゲート艦ベルトを加え、敵に妨げられることもなく、イギリスやポルトガルの船を捕獲しながら航行した。その過程で2隻のインディアマンが、 それぞれ南大西洋とインド洋西部で捉えられている。この艦隊の主目的は東インド諸島でのフランス勢力拡大ではなく、むしろその中東のフランス島にあった。フランスでは国民公会が奴隷制廃止を決定していたが、農業社会で未だ奴隷が有用とされていたフランス島植民地はこれに同意せず、1795年に廃止令が島に伝えられても、 植民地委員会が無視を続けていたのである。これを公安委員会が問題視し、廃止令を執行させるため委員のルネガストン・バコデラ、シャペルとエティエンヌ・ローラン・ピエール・バーネルに、フランソアルイ・マガロン将軍率いる800人の兵を、つけて送り込むことにしたのだった。6月18日に、フランス島のポート・ルイスに到着した彼らを待っていたのは、奴隷制維持を主張する重武装した住民の、 大軍だった。バコとバーネルは住民を攻撃するよう兵に命じたが、マガロンはそれを拒否し、結局二人は会場の小さなコルベット艦に追い返され、ヨーロッパに逃げ帰らざるを得なくなった。セルシーは止まって艦隊への補給と修理を済ませ、元からフランス島に駐留していた艦隊と合流した。そのうちフリーゲート艦、プレネーゼとコルベット一隻を、 モザンビーク海峡の警備に派遣し、残った6隻のフリーゲート艦及びシリアクスクーナーのアレートを率いて7月14日に東へ出港し、ベンガル湾を目指した。正論島に到着すると、イギリス艦隊の配置を知らない、セルシーはアレートを偵察艦として放った。しかし8月14日、アレートはドリュー艦長の見間違いがもとで急行してきた。 イギリスのフリーゲート艦 HMS、ケリーズフォートを誤って攻撃し、逆に捕獲された。アレートに乗り込んだイギリス軍人たちは、船内の文書からセルシー艦隊の正確な規模と目的を知ることができた。とはいえこの時点で、ケリーズフォートは、ベンガル湾にいる小さな唯一のイギリス艦に過ぎず、フランス艦隊に対処することも、直ちに同僚艦に情報を伝達することも、 できなかった。そこでケリーズフォートの艦長は、マドラスに、イギリスの戦列艦隊がいるというご情報を、アレートを通じて、セルシーに伝えることにした。これを信じた、セルシーはこの海域に留まるのを止め、トランケバ沿岸を襲った後速やかに東方へ、船でした。9月1日、スマトラ島北部のバンダーチェを襲った、セルシー艦隊は数隻の商船を捉え、さらに、 ペナンのイギリスが支配する港に向けて進んだ。その途上の9月7日には、スマトラ島北東の海岸線で小さな商船フェーバリット号を捉えた。翌朝、フランス艦隊の船員が戦利品として、フェーバリットから米を運び出している最中に、北東方向から2隻の大型船が現れた。それは、リチャード・ルーカス率いる HMS ・ワロガントと、ウィリアム・クラーク率いる HMS、 ビクトリアスからなるイギリスの召喚隊だった。いずれも74門の方を要する戦列艦だった。二隻は8月初頭にエルフィンストーンの命を受けケープ、植民地を出発し、中国とのイギリス交易路の保護に当たっていた。セルシー艦隊が近隣海域に入ったという知らせがペナンに入ると、ルーカスはクラークに同行を命じ、マラッカ海峡で、 フランス艦隊を捜索していたのだった。ルーカスがフランス艦隊を発見したのは9月8日6時、スマトラ島北東端のペドロ岬のおよそ24回離島方の地点だった。10時、セルシーは現れた2隻が敵艦であろうと判断し、フリゲート艦隊に単獣陣を敷かせ、相手をさらに調べるためタッキングを行った。14時、ルーカスとクラークは協議を行った。 クラークが敵のうち2隻はフランスの戦列艦だと考えていたのに対し、ルーカスは敵が6隻のフリゲート艦と打破されたインディアマンのトリトンから構成されていると正確に認識していた。二人はフランス艦隊を追撃し、可能なところで戦闘に入ることで合意した。14時30分、フランス艦フォルテは近づいてくる軍艦が、 イギリスの戦列艦であると断定した。セルシーは強力な敵艦と戦って、不要な損害を被ることを恐れ、後退することにした。フランス艦隊は海岸線で避難場所を探したが、ルーカスのイギリス艦隊は距離を詰めてきた。21時30分の時点で、イギリス艦隊はフランス艦隊の後方3海里まで近づいていた。 9月9日朝、風は収まり、フランスフリゲート艦隊は戦列を組んだまま、スマトラ東北岸をゆっくりと投進し、すぐ後ろからイギリス艦隊が追っていた。6時、戦闘は避けられないと判断した、セルシーは有利な風上を取る要所艦に命じた。対するルーカスも敵の意図を妨げるようにアロガントを動かした。7時25分、 ルーカスは700ヤードの距離にいた、フランスの機関、ベルトゥへの発砲を命じた。ベルトゥ艦長ジャンマルテ・アドリアン・レルミットが対応する前に、アロガントは2回分減速砲を発射することができた。対するフランス側の最初の一斉射撃により、アロガントのイギリス軍艦機が吹き飛ばされた。アロガントは徐々に、フランス艦隊全艦からの砲撃にさらされるようになった。ベルトの後にセーヌ、 フォルテ、シベールが続いて、アロガントを追い越しながら、砲弾を打ち込み、より遠方にいたレジェネレート、プルデンテも連続射撃を始めた。この打ち合いで、アロガントとベルトは砲や策具を著しく損傷し、さらに風がほとんどなくなったことで、アロガントは一時航行不能に陥った。ビクトリアスにも砲弾が着弾し、8時には、クラーク艦長が桃に破片を受けて負傷し、 死に溶かざるを得なくなった。8時30分、最後尾のフランス艦、プルデンテがアロガントの射程から離れ、アロガントは孤立した。ルーカス艦長からビクトリアスへ、意思伝達ができない状況になったため、ビクトリアスのウィリアム・ウォーラー隊員がイギリス艦隊の指揮権を引き継ぎ、8時40分、ビクトリアスにフランス艦隊への接敵を命じた。アロガントの上には、 信号機が上がっていたが、光と風のせいで読み取ることができなかった。まもなくビクトリアスは、フランス艦隊に包囲された。2隻が左舷船手、4隻が左舷勢横に取り付き、全艦がおよそ900ヤードの距離からビクトリアスを砲撃した。10時15分、突然風が再び吹き始めた時、ビクトリアスはひどく損傷していた。ウォーラーは風を利用してビクトリアスを、 アロガントと合流しに向かわせたが、フランス艦隊に戦備をさらす形になったことで、繰り返し側面射撃を受けた。風は未だ不安定で、ビクトリアスは半時間のうちにさらに損傷したフランス艦隊はイギリス艦の射程範囲の外に留まり続けた。一方フランス側のベルトゥも損傷が激しく、戦闘を続けられる状況ではなかった。次第にベルトゥは戦列を離れ、 南方へ撤退していった。シベール艦長ピエール・ジュリアン・トレホアールも、時間を南へ動かし、ボートでベルトに乗り移って栄光する準備を整えた。ベルトの安全が確保され、またアロガントが、射程範囲に戻ってきたこともあり、10時55分、セルシーは北方への撤退を艦隊に命じた。11時15分にビクトリアスが長距離から撃ってきた、砲弾が戦闘の最後となった。 この表に掲載されている、訪問数は、その間に積載されていたカノン砲すべてを指す。すなわち、艦の等級と関係している、主パンの大砲のみでなく、船内にある補助的なカロネード砲も含む、原則砲弾重量は、一度の一斉射撃で発射できる、原則砲の砲弾の総重量を示す。両陣営ともに被った損害は大きかった。戦闘序盤で、 集中砲火を受けたアロガントは、損傷が激しく、7人が戦死、27人が負傷し、ビクトリアスでは17人が戦死、艦長クラークを含む27人が負傷した。いずれも、応急処置で戦闘に復帰できる状態ではなかった。アロガントは7門の方が撤去され、ほや作具はボロボロだった。ビクトリアスの損傷はそこまでではなかったが、 人的損害が大きく乗組員の5分の1が人につけない状態だった。フランス艦隊も全艦が砲撃にあったが、レジェネレーでは人的損害は確認されなかった。ベルトゥは初期に攻撃を受け24人が死傷した。セーヌは激しい砲撃にさらされ、艦長が戦死するなど62人が死傷した。残りのプルデンデ、シベール、フォルテは比較的損害が警備であった。 ルーカスとクラークはスマトラ島沖でイギリス艦の基本的な修理を済ませた後、ビクトリアスにアロガントを栄光させてペナンに戻り、ついで10月6日に修理のためマドラスに入った。セルシーはペナン攻撃を諦め、北方のメルギー諸島カタン島に向かった。ここでフランス艦隊は大修理を行い、ローアーマストを丸ごと取り替えた艦もあった。10月、 フランス艦隊は、セイロン島沿岸をかすめた後、東方のバタビアを目指した。セルシーは、フランス島よりも、バタビアの方が物資を十分補給できると考えたのだった。フランス艦隊は、バタビアで不意をこし、インド洋貿易路は再びイギリスの手に渡った。1796年9月9日の戦闘について、イギリスの歴史家、シリルノースコート・パーキンソンは、 いずれの側も決定的な勝利を収められなかったとし、またビクトリアスを指揮したクラークとウォーラーについて彼らが適切に準備をせず、戦闘中も効果的な起動をしなかったとして、痛烈な批判を加えている。実際のところ、この戦闘においては両陣営ともに決定的な勝利を求めておらず、むしろ己の任務と艦隊を危険にさらすことを避けようとしていた。 セルシーの任務は、イギリスの通商路を襲うことであり、敵の大きな戦列艦と、接敵して、打撃を与えることではなかった。この戦闘で撤退を余儀なくされた、セルシーは、1796年中に、東インド諸島で活動していたイギリス商船を襲う、後期をミスミス逃してしまうことになった。ルーカスの目的は、セルシーのマラッカ海峡を通過を阻止することであり、 いくら時間が大きく強力だとはいえ、敵が戦数で勝り、多くの18ポンド長距離砲を要し、さらにその中のフォルテは当時最大級のフリゲート艦であるということを理解していた。歴史学者のウィリアム・ジェームズは、風の状況が良ければ、ルーカスのイギリス艦隊はフランス艦隊を分断し、少なくとも2隻を捕獲できたとする一方で、セルシーが 戦員数で勝るフランス艦隊側からイギリス戦列艦への異常攻撃を仕掛けたとしたらイギリス艦の制圧に成功していたかもしれないと分析している。ありがとうございます。